こんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は不定詞の形容詞用法の練習問題をやっていきたいと思います。不定詞の形容詞用法というのは、何々するためのとか、何々すべき、何々しなくてはいけないという意味で、前の名詞を説明する使い方でした。その名詞がどんなものなのかを説明しますね。では問題見ていきましょう。四角1、日本語の意味に合うように英文を完成しましょう。こういう問題です。括弧1、あなたは何か食べるものを持っていますか。この日本語に合うように英文を作ります。まず Do you have anything? Do you have anything? あなたは何か持っていますか。この何かというのは食べるものなので、食べるという eat ですね。その前に to をつけて To eat。 こう続けると Do you have anything to eat? これであなたは何か食べるものを持っていますかという英文が完成します。括弧2です。私は家で読むための本が欲しい。 I want a book。 私は本が欲しいと言ってますね。じゃあこの本というのはどんな本かというと、読むための本なんですね。ですから読む、 read に to をつけて to read at home。 I want a book。 私は本が欲しい。どんな本か、 to read at home、 家で読むためのという、これで私は家で読むための本が欲しいという英文になります。括弧3番です。彼らは今日しなくてはならないたくさんの仕事があります、ね、こういう英文ですね。まず They have とあります。彼らは持っています。何を持っているかというと、たくさんの仕事を持っているんですね。たくさんの仕事ということは Much work という言い方と A lot of work という言い方がありますけれど、線が3つあるので、A lot of を使って They have a lot of work。 まずこうしますね。 They have a lot of work。 それはどんな仕事かっていうと、今日しなくてはならない仕事なんですね。するというのは Do ですから、 Do に To をつけて To do todayThey have a lot of work to do today。 これで彼らは今日しなくてはいけない仕事がたくさんありますと、こういう意味になりますね。では四角の2に行きます。英文を日本語に訳しましょう。こういう問題です。括弧1、 I have a picture to show you。 I have a picture to show you。 まず意味を取るとき to の前で一回区切りましょう。I have a picture。 私は写真を持っています。という形で説明しますね。どんな写真かというと To show you、 あなたに見せるためのと、ね、I have a picture、 写真を持っています。 To show you、 あなたに見せるためのと。意味を取るときにはこれを日本語の順に、変える必要はないんですけれど、ここでは訳しましょうなので、今ね、分かった意味を日本語の順に直します。そうすると私は To show you で、あなたに見せるための、これはピクチャーですから写真を持っています。こうなりますね。To show you。 私は写真を持っている。それはあなたに見せるためのものだよということで、私はあなたに見せるための写真を持っていますという、日本語訳になりますね。
カッコ2番です。Please give me something hot to drink. Please give me something hot to drink. 同じように、不定詞の前で意味を一回分けますね。前と後ろに。Please give me ください something hot 何か温かいものを to drink 飲むためのと意味を取るときにはここまででいいんですね。でも日本語に訳しましょう。なのでこれを日本語の順番に変えます、Please give me something hot 何か温かいもの、ね、をくださいと to drink 飲むためのですから私に何か温かい to drink ですから飲み物ですね。をくださいと。ね、Please give me something hot to drink。何か私に何か温かい飲み物をくださいと。このように日本語に訳せます。今回は不定詞の形容使用法、この練習問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。